どうもぷかぷか鳥チャンネルです。今日は待ちに待った卵を収穫しました。初めての卵、8月末からなのでちょうど5ヶ月経ったところで、どなたかというと茶色い卵なのでスカーレットかチャランラップのどっちかなんですけども、今日朝起きたら卵がありました。しかもちゃんとねこの巣箱の中にあったので、じゃあ収穫のその感動の様子を縦動画でどうぞ。巣箱開けてみて、行きます。卵チェック。あー本当だ、ちっちゃいけど、ちっちゃい一個があるよ。立ててみていい？うん、すごい、ちゃんと巣箱に産んでくれた。大丈夫？どう？ちっちゃい。ちっちゃい。すごい S サイズだね。SS とか。でもすごい殻硬い。ちゃんと。本当だ。ちっちゃい。え？まあちょっと割れちゃってる。やっぱ硬いから ね、うん。もうちょっと柔らかくしてあげないとだね。はい。わあすごい。え、これじゃあ何？スカーレットか。スカーレットか。チャラン？いや。はい、ということでね、春も産むのかな。これからこれを食べていこうと思うんですけども、何がいいかな。目玉焼き、卵かけご飯、卵かけご飯違うの、目玉焼き。あ、かなこさんが目玉焼き。なんで喋ってもいいんだよ、かなこさん。なんでカメラマンに転じてんの。じゃあこれからちょっと目玉焼きにしていこうと思います。目玉焼き。卵さ、卵もう大丈夫だよ、避けてもらって。いらない、そうそう、いらない、持ってるだけ。いくぞ。はい。お、殻は硬い。おお。おー、あー黄色い、小さい、見てっていうかめっちゃプルプルじゃん。プルプルの部分多いね。すごい、体がちょっと黒い。お、すごい弾力。俺そこの部分あんま好きじゃないんだよな。え？ん？そのプルプルの部分、プルプルいつも潰してさ、広げて焼いちゃう。そこなんだ。あ、そうなの。うん、これがこうプルってなってるっていうのは、うん、で、黒い卵はもう全部ビチャーってなっちゃう。めっちゃ新鮮じゃん。うん、だからびっくりしたんだよ。そうだね、こんなプルプルなの見たことないかも。産んでどんぐらいなんだろうね。今朝産んだばっかだから、数時間、ね、待ってても数時間、1、2時間ぐらい経ってるかどうか。卵の殻の、あ、内側の白いやつは、あれなんかそれもすごいトゥルトゥル、市販と一緒。わかんない。エマちゃんにあげます。うわーい、エマ。座りしてもらってるね。はい、ゆっくりやってよ。あれ、すぐ開けちゃった。食べちゃった。エマ、美味しかった？エマ、美味しかった？エマ、感想は？美味しかった。スカーレットかさ、チャランの卵だよ。お前が一番最初に食べたな。俺らまだ食べてないのに。ジャンプジャンプジャンプ、よーし、実食。まずね、塩で今回いきたいと思います。醤油じゃなくて塩、いただきます。うん、美味しい。普
通に卵。まあそんなにスペシャル何か違うわけじゃないけど、ありがたみが違うよね。やっぱ君は一発。うん。そうだね。いや、わあ、やっぱ硬いね。君の弾力がね、全然違うよね。プルプルしてる。エマ、食べたい？かわいい。いきまーす。濃厚。うまい。全然違う。濃厚。本当？多分。いやでもうまいと思う。うまいね、うまい。もっと欲しいね。これからね、毎日卵を産んでくれるでしょうし、他の子たちも次々に産んでくれるはずなので楽しみですね。うん？毎朝卵だよ、まあ。嬉しい。嬉しい。では、バイバーイ。バイバーイ。エマ。バイバーイ。エマ、バイバーイ。あ、かわいい。かわいい。エマの長い。